どうも、こんばんちは。豚猫でーす。豚猫ゲームチャンネルへようこそ。ついにバトルフィールド5を手に入れた。いや、まだ、他でやんなきゃいけないこととかいっぱいあったんだけど、ゲームアワーズセールで、40%引きだったもんで、ついね、手が出ちゃったんですよ。で、ちょっとだけさっき始めて、画面調整とかその辺をやったら、もういきなりシングルキャンペーンが始まっちゃったので、一回メニュー画面に戻ってきて、せっかくだから配信をしようかなと。いやー。いやね、僕はね、バトルフィールド好きなんですよね。初めて、マルチプレイで対戦したことがある FPS が、バトルフィールド2だったんですよ。で、まあ、そうだなぁ。ねえ。どれを触ったらいいのかな。ちょっと待って、その前に。こっちか。スタートじゃねえ、あれ。オンライン、とりあえずちょっと接続してみて。ちょっと待って、ま、ちょっと待って。いやー、いいねー。第二次世界大戦だよ。あね、個人的にはやっぱりね、もう、BF1 で結構クソ真面目なね、ゲーム作ったからね、そろそろバッドカンパニーの方の、おふざけな感じのやつを出してほしかったんだけどね。なかなか接続しないの？バトルメニュー。BF1 の方の、あれはどうなったんだろうな。BF5 が発売する前に、BF1 と BF4 の方でイベントがあっても、BF1 の方しか参加してなかったんだけど、ちょっとしたスキンとかを手に入れてあったので、見たいんだけどな、見たいんだけど、この画面のままで終わっちゃうかな。長えな。なかなか繋がんないね。こっちも接続中のままになってる？ BF4 は入ってないからな。戻ってこよう。あれ、まだかな？まだかな？まだかな？ずっとおしゃべりしてるだけで終わっちゃうかもしれないね。いやー、本当だったらもっとパッと、結構パッパッと、つながるもんなんだけど。ねえ、なかなかつながんない場合は、一度戻っちゃって。ああ、違う。一度終了させてから再度入った方が早いかな。いやー、バトフィールドね、よくあるからね、こういうことね。まあ、他のハードがどうか知らないけど、Xbox One で僕がやってるのは、よくだいたいこう最初のロード画面でもたついたりとかってことが。まあね、第二次大戦はやっぱね、銃が人気なのも多いし、ドラマとか映画とかも作品が多いからね、やっぱこう憧れちゃうよね。まあ、戦争に憧れるっていうのはあんまり良くない話ではあるけど、ね、ゲームだから。戦争はゲームだけで十分だよ。
ね、こうなかなか繋がんない時があったりするんだよね。おい、ずっとただベラベラ喋ってるだけかも。はいはい。ああ、はいはい、繋がった繋がった。まあ、こういうことがあるんですよ。武器庫どうなってんの？ドッグタグ？ドッグタグ？お、エンブレム。ああ、ベータ参加しました。楽しかったですよ。はいはい。何？突撃系エンブレム。はい、これあれだね、 BF1 で頑張ってゲットしてきた。ほら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 、結構あるからね。30個、え、違うか、何個、ルイス君今回かなり使いやすいからね、楽しみだよ使うのが。はい、どんどん行こう、どんどん行こう。で、ここまで。本当はもっとできたんだけど、あ、スキンはでも全部揃えたのかな。いや、もう最後の方、BF1 でね、やってても、マルチプレイで人がもう全く入ってこない状態で、進められなくなっちゃったから、どうしてもね、最後の途中の方までしかスキンがゲットできない。セットとかってあんの？あ、この辺はまあ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 、スキンが買えますよ程度かな。今回女性兵士がいるっていうのがね、またいいよね。使っていこうね。あ、武器庫はあれか、なんか、でもなんかついてるな、なんかついてる、なんかついてる。ダウンロードはできないでしょ、俺は今。ポイントがないから。スペシャル任務、14個可能だよって。これマルチでしか使えないからね。また後で入れておこうかな。プロフィール。進行状況。全くのまっさら。何もやってないぞっていう状態ね。アンロック、武器は、ま、武器のアンロックとかもまだ全然。おお、今回ステンガンをね、すごい使いたかったんだよね。ステンガン大好きですからね。よし、武器チャレンジ。そうで、今週だったかな、あの射撃場がこうオープンしたので、今までなかったじゃん。いつ以降なかったんだっけ。まあ、一時期、この射撃場が廃止になっちゃったもんで、練習がね、射撃練習ができない状態でね、いきなりこう、マルチプレイとかね、まあ、普通にこう、シングルプレイの、ストーリーモードとかで練習すりゃ全然いいんだけど、マルチプレイモードのね、練習をするためにはね、やっぱこうバン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 打ってから練習したいからね。あ、はい、はいはい。で、なんかちょっと今回は面白いらしいっていう話が入ってるので、あれかな、今日最初の動画にちょうどいいかな。ね、おっと、諸君にはこの演習場で戦場に行けるための身構えを学んでもらう。はい。ここには複数の区域があり、それぞれで異なる戦闘を学べる。はい。余裕を見つけて全てを回り、毎回過去の記録を上回れるように努力せよ。努力します、努力します。はい、前に行くか左に行くか。オールレンジタイプ、射撃トライアル、車両トライアル、オールレンジって何、射撃トライアルかな、また。またちょっと後で。ちょっと待ってね、操作感度やっぱりちょっといじりたいからね。
エイム、エイム、エイム。30ぐらいまで上げたいかな。まだちょっと上げたい感じかな。あ、上がってないじゃん。あ、上がってたか。50まで上げるか。戻る。どう？ちょっと早いな、今度は。40%ぐらいにしとこうか。まだちょっと早いか。35ぐらいに？もうちょい上げたいな。38ぐらいかな。あ、これぐらいがいいな、俺。ハイアル来ました。ハイアル来ました。まあね。へいへい、へいへい。射撃練習場にようこそ。うるせえ。ここでは各種の武器を使い、それぞれの扱いを試すことができる。はい。練習場で訓練を積めば、その成果は実戦にも必ず現れる。では、諸君の力を見せてみろ。最初のウェーブが始まるぞ。はい。私の合図で開始だ。了解。今回射撃場面白いな。前はただ的が置いてあるだけだったけど。爆発したぞ。頭を狙ってチケットを稼ぐのを忘れるな。残り数が少ないぞ。はい。仕方やめ。なるほど。諸君の技量はよくわかった。では。もう少し高度なものを試してみるとしよう。なんだそれ。LMG を取れ？どこにある？あらら、 FG42 じゃん。次のウェーブに備えろ。はい、来い。おい、どこ？どこ？あ、どこ？そっちかよ。ポン。タイムが表示されてないよね。結構早い。よしいいぞ。少しは経験があるようだな。これなら意外と期待を持てるかもしれないな。そのいや、テープの早回しを。これまでより洗練された技能を求められる。応援ライフルを手に取れ。はいはいはい、スナイパーライフル手に取ります。お、リーエンフィールド。いや、いいか。すぐに次のウェーブが始まるぞ。はい。でもタイムアタックモードではないからですね。はい、移動しました。どこに出るんですか？あそこだよーん。あそこだよーん。あ、ここだよーん。あ、ここで、あい、あい、ここだよーん。悪くないぞ。悪くない。マジか？ありがとう。よろしい。どこから見てその放送を流してるんだよ。各所に飛び出してくる敵を見つけ素早く倒せ。はい、次目標地点はどこかな。あれだな、ちょっと白だとここだと見にくいな。はい
はいはい、あー、ステーン、よし、次のウェーブに備えておけ。愛しのステーンが、え、場所はどこ、素早く倒せっていうこと、あっち、はいはい、はい、さあ次、よくやった、これならば問題ないだろう、はい、さて本番はここからだ、次は新しいルールが設定される、タイムアタック始めるかな、諸君にはチケットが与えられ、はいはい、時間とともに減ってゆく、はいはい、ボブを倒すと1体につき1点が与えられる、彼らボブって名前なんだ、始まった始まった、ショットを決めたならスコアに加えてチケットも得られる、補給施設で弾を補給することができる、必要に応じて使え、チケットがゼロになったらそれ以上スコアは稼げなくなる、諸君の射撃練習場での訓練は終了となる、毎回過去の記録を塗り替えられるように努力しよう、そこで磨いた技術は必ずや戦場において役に立つ、ほほほ、はい、上はどうやってるの、どっから上がるのかこれ、こっち側から来たそうだな、仕方やめえ、おう、終わった、おう、思ったより少ないな、さて備えろ諸君、お待ちかねの次のウェーブの開始だ、やった、お待ちかねのウェーブだー、武器を変えるか、ちょっと逃しちゃったな、焦らないようにしろ、衛星に対処することが次を乗り切るコツだ、え、次を乗り切るコツ、場所はどこだ、そっちか、開始地点は承知してほしいな、時間がない、時間がないよ、ウェーブ終了だ、はい、武器を下ろせ、次の指示を待て、あー、まあ、いやいやいや、じゃあちょっと遠くなっちゃって分かんないな、ここまで武器を下ろせ、 YouTube 動画に上げた時は目を覚ましておけ、分かんないな、さあ次のウェーブが始まるぞ、はーい、はーい、はいはい、
3、2。よく見たら的の頭地雷じゃないか。お、なんだ今。ああ、これはあれだな、 LMG の方が良かったな。終了。よし、次のウェーブに備えておけ。次は？はいはい。そりゃ頭が地雷だったら爆発するよな。まだ続けなきゃいけないの。もうそろそろ訓練飽きてきたんだけどな。さて備えろ諸君、お待ちかねの次のウェブの開始だ。ウェブ11、場所はここでいいのか。どっからスタートするかわかんねえかな。ね、狙えない。急げ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 。ウェブ終了だ。武器を下ろせ。次の指示を待て。始まるぞ。次のウェブに備えておけ。11までしか行かなかったな。次回はもうちょっと頑張れるようにしよう。死んだ。訓練で死んだぞ。そんなことってあるの。もう一回やる？いや、やめとこう。あれ、12でクリアなのかな。11でやられてたら死んだことになっちゃうのかね。オープンレンジ、なんでしょう、オープンレンジ。オープンレンジ行こうか。移動手段とかない？レンジ、はい。さて諸君、諸君はすでに一通りの訓練は終えたものと考えている。はい。
ここでは指示を出さない。諸君のペースで訓練を積み、さらに自らを鍛え上げろ。はい。自分で判断し、好きなように装備を使って構わない。あー、これビークルさっき練習した方が良かったかな、系かな。エクササイズ。まあ今回結構射撃場面白いね。一人でやっててもなんか変なアナウンスが出てきてくれて。はいはい。いいし、これは何？何と？ノーマル、ハード、イージ。はい、あ、好きな武器選べますよーと。ギョボー、どれかな。うん、あるね。おう、EMP なんかもあるんだ。MG42 この辺はスナイパーライフか。じゃあ、ステンガンで行こう。で、ストリークいいし。で、エイム訓練すればいいのかな。アングル訓練なんじゃらほいって。アングル訓練。あー、自分の周りにターゲット出てくるって書いてあるぞ。何？こういうことね。うっ、おいっ、うっ、おなんだよ。そこね、はい。これはずっとここにいる限り。始まり続ける感じか。あ、もういいや、いよいよ。なるほど、なるほど。こちらがエイム訓練ですね。エイム訓練。まあ、イージーでいいでしょ。ういっと。ういくい。なんだ？ここに出んだ。原理がわからん。なんでこんな感じにピョッて飛ぶんだ。しかし見にくいな。マルチプレイしたくて
俺ここで楽しいな、うん、ここでずっと好きな銃だけをバンバン撃ってたいわ。パルサー P38 だね。で、よし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 、よし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 、名産も食ってるね。当たんない。いつの間にか羽がもげてる。接触したか。こんな感じかな、こんな感じかな。まあ40分ぐらいもやってんのか。よしよし、うん、ビークル訓練までいけるかな。暇だな。ステンガンのうんちくでも喋るか。ステンガンはですね、まあこう第一次大戦始まって、イギリスがまあこう新しいこうサブマシンガンをこう供給するためにまあもう結構長期戦を考えてすごいコストの安い作りにした銃。
で、パイプガンとも言われてたんだかな。うん、ただの、ね、こう、パイプにトリガーとマガジンがくっついて、発射機構がついただけの簡素なものって言われて。で、まあ、結構昔のね、映画とかでも、この、ステンガンは出てきたりとかしたんだけど、イギリスの、正規兵だけじゃなく、レジスタンスとか、パルチザンとか、そういった、反抗組織、民間の反抗組織にも供給されたりとかしたもんで、で、そのレジスタンスとかが粗悪品を作ったんだね、模造して、コピー商品を作ったんだけど、まあ、それがね、あの性能が悪くって、で、結構ね、こう世間一般の評価はすごい低い銃になったんだけれど、実際戦地で兵士が使った、評価としてはなかなか使い勝手がいい銃だったそうですよ。で、まあ、作りも簡単だし、ちょっとあのセーフティーの安全装置の部分に難はあるんですが、まあ、撃たないときはマガジンを抜いとけみたいな感じかな、みたいな感じで、結構、大きさがね、すごい小さな銃ではあるので、他の銃に比べても、サブマシンガン、の中でも軽い部類に入るのかな。やっぱね、あのものすごく安い作りにしたおかげで。あれ、そういえばグリスガンあったかな。グリスガン、あのイギリスがね MP40 を見て、いやこれはもう MP40 もまたね、当時画期的なプレス加工を使ってて、すごい簡単に量産ができるような作りではあったんだけど、まあドイツの銃っていうのはね精巧にできてるもんでね、コストが高いんですよ。で、もっとコストを削減しようって言って作られたのがこいつですからね。で、初期の段階では結構木製、他の銃が使っているような木製ストックだったりハンドガードだったりがあったんだけど、もうそれもいらねえよってなって、簡単な形になったっていうね、すごい、見た目もシンプル、中身もすごいシンプルにできた銃で、で、まあさっきも話したレジスタンスのこの粗悪品の影響でこう、一般評価、素人目の評価はすごい下がっちゃった銃でもあって、で、まあ見た目はこうチープなもんで、まあ、ステンっていう文字だったかな。まあ、あだ名で臭い銃って言われたりとかしたんですよね。臭い。まあ、もう一つの理由は、その、レジスタンス、フランスの、ね、こう、反抗組織とか、下水道とかにこれを隠したもんで、臭いっていうような、話があったようななかったようなそこら辺は曖昧かな。で、まあ僕がなんでこれが好きかっていうのは、なんでだろうな。なんで好きなんだろう。しょぼさかな。やっぱあれだな。トミーガンはあるけど、トンプソンか。トミーガンじゃない。トンプソンはあるけど、あれ、グリスガンはどこだ？折ったような気がしたんだけど、後々のアンロックで来るかな。で、アメリカの有名な、トンプソンサブマシンガン、こいつも、後に、その、ステンガンの、この、簡素化軽量を、こう、参考にして、グリスガンを作ったんですけど、それでもステンガンよりは全然コストが高くなっちゃって、まあ、それでも、トンプソンよりはコストが全然安かったので、ベストセラーになりましたけど、
で、第二次世界大戦中の中で商業的に生産して販売したので、採算が取れたのはこいつだけだったっていう話もあったりとかしますね。でもなんせ作りが安いからね、パイプにね、こう、ほんと簡素な作り、戦時下ならでは。もっと精巧なね、こうね、MP40 だって見てください、この綺麗なフォルムを。ねえ。それからしたら、このね、しょぼい銃だなーって言われたんだけどね。最初みんな見たときは多分しょぼいねーって、がっかりするような感じだったけど、まあ性能はそれなりに、うん、使えるよっていう話だったんで。で、ドイツもこいつを露獲して、コピー、を作ったりとかもしたりしたぐらい結構いい銃だったんですよ。うん。まあ。こんな感じでいいかな。うん。こんな感じで。あ、また、おいおい。ね、ああ、ミリオタだからね。いや、そんなミリオタではないか。うん、ミリタリーが好きだから、まあ、ちょいちょい、好きな銃の話を挟みながら、動画を上げていこうかな、また。いやー、楽しかった。作業に戻ろう。ね、遊んでる場合じゃないのに遊んじゃったからね。じゃあメニュー画面に戻ったら、まあ、終わりの挨拶をしようかな。うん。初期のハンドガンが、ワルサ P38 だったね。まあね。それ、あ、ちょうど手振ってるから。ね、ボブが手振ってるところで、ここで、ボブで会ってたっけ？うん。いや、的がやっぱ地雷だよな。だからバカすんだよね。じゃあ、ここで、動画は一旦終わりたいと思います。じゃあ、また次回の動画でお会いしましょう。